機嫌じゃんか、ミユ。まあね、道行く人が私を見ているし、魅力ありすぎかしらね。おいおい、今日暑いぞ。大丈夫よ、 IQ240 の私が熱中症になるわけないわ。なんか頭が。おい、ミユ、おいおい、おい、あぶねえ。なんだあのお嬢ちゃん、倒れてるぞ。お嬢ちゃん、大丈夫か？お嬢ちゃんなんて呼ばれる年頃ではないわ。何を言ってるお嬢ちゃん。顔色悪いぜ、病院へ行かないとな。ただの貧血だもの、下ろして。お姉ちゃんが言ってた、借金愛で苦しんでる人がいた時は必ず助けろってな。困ったら助け合う、あなたが言った言葉よ。可愛い妹を救ってくれたそうだしな。せっかく帽子をかぶせたのに、このロリも強がって脱ぐから貧血になる。ロリではないわ、大人の女よ。ピッ。私はミユ、セクシーかつ天才な次女よ。ちょ、こいつはロリかつフリーターなので、さま付けはいらん。ちょっと姉さん、怒った顔も可愛いぞ。わ、ほら、やめなさいって。あ、妹はいい、最高の文化だ。ミユさんは学校行かないんですか？とっくに卒業したわ。え、もう義務教育終わってるんだ。ふっ、私は大学でよ。私が年下に見えるとでも？はい、あ、いや先生、今日も一日ご苦労様。あらね、ミあはん、もしかして坊やの蓮には年上のフェロモンあふれる姿は目に毒かしら？いえ、そういうわけでは。恥ずかしがらなくていいのよ、家の中だし。アルチと使用人なんだから。ってあんまりウブだと、この先心配だわ。